お姉ちゃん、早く早く。あのね、そんなに急がなくても大丈夫よ。でもお父さん待ってるよ。お仕事休んで帰ってきてくれたんだよ。はいはい、分かったから先に行ってて。もう、あんまり遅れたら置いてっちゃうからね。ノーバディ、私ね、あいつと会ってくるよ。あんたがいなかったらきっとこんな風にはなってなかったでしょうね。私が踏み出せたのはあんたのおかげよ。本当に感謝しているんだから。ノーバディ、私の最初で最後のプレゼントは気に入ってくれた？あんたが何を願ったのか、それは私には知るすべもないけれど、きっと上手に使ってくれたと思う。私たちの世界は遠すぎて、永久に交わることはないのかもしれない。あんたはやっぱり私のことなんて思い出せないかもしれない。それでも、あんたと過ごした記憶はいつまでもキラキラと輝き続けている。本当にかけがえのない私の宝物よ。もしいつか再び出会う日が来たら、その時はまた友達になろうね。